インデペンデンスはアメリカ合衆国カリフォルニア州南部引用軍の国勢調査指定地域から南南東に41マイルに位置し標高は3930フィートである。2000年国勢調査での人口は574人だったが2010年では669人に増加した。インデペンデンスにある引用軍庁舎1861年に チャールズ・パットナムがインデペンデンスとなった地に公益拠点を設立した。そこはパットナムズと呼ばれ、後にリトル・パイン・クリークがあったことからリトル・パインと呼ばれた。インデペンデンスは1862年7月4日にジョージ・ S ・エヴァンス・チューが設立したアメリカ陸軍のキャンプ・インデペンデンスとして始まった。そこは現在の町から2マイル北にあった。エバンス・チューは インディアンの敵対心を恐れた土地の開拓者からの要請でこのキャンプを設立した。このキャンプは間もなく閉鎖されたが、インディアンの敵対が再開した1865年にインデペンデンス砦として再建された。この砦は最終的に1877年に廃棄され、現在はインディアン居留地になっている。インデペンデンスの町は19世紀後半に、 銀洋軍の軍庁所在地になった。その候補地の最大の競争相手は、キアサージと呼ばれるキャンプだったが、雪崩で町が消失した。インデペンデンスで最初の郵便局は1866年に開局した。ウィリアムソンさん、標高14,375ヒート、ジョン・ミューア原生地の中でも見事な山の一つ、インデペンデンス空港から撮影。 ポール・フレットハイム撮影インデペンデンスの小さな町は、オーエンズ・バレエを南北に貫く、幹線道路アメリカ国道395号線で2分されている。多くの特に海外からの旅行者は、ラスベガス、デス・バレー国立公園、オーエンズ・バレエ、ホイットニー山及び、ヨセミテ国立公園を旅廷に組んで、アメリカ合衆国西部を旅することが多い。 アメリカ国道395号線はこの旅程の重要な一部になっている。インデペンデンスはアメリカ国道395号線に沿ってデスバレーから寄せミテに至る工程のほぼ中間、シエラネバダ山脈の最も景観の優れた部分のふもとにある。ロサンゼルス市がウィリアム・マルホランドの指示で20世紀の初めの20年間にオーエンズバレーの私有資産の大半を購入し、 それ以降の開発を制限した。その資産はその後の水利権を獲得するために購入されたのであり、成長で水晶のように透明な水は、シエラネバダ山脈の雪解け水が流れ落ちたもので、水をロサンゼルス市まで運ぶロサンゼルス上水路に導かれた。ロサンゼルス市は水が得られる原子の環境を維持したいと考えたので、オーエンズバレーの川床の広大な開放空間は、 国立公園や長寿保護国として管理されるかのように開発を止められ、保存されている。オーエンズバレーは多くの面で特別である。両側に1万4000フィート級の山々がそびえ、北、アメリカでも最も深い谷である。例えば、グランドキャニオンの深さの2倍ある。シエラネーバダ山脈の東側の崖は地球上で最も印象的で、 美しい山並みの一つと広く認識されている。オーエンズバレーは世界中の景色の良い谷の中でもおそらく最も人に汚されず開発されていない谷である。西側のシエラネバダ山脈はジョン・ミューア原生地の中にある。この原生地に入る主要ルートの一つであるオニオンバレーはインデペンデンスから出てすぐ西に向かうオニオンバレー道路を経由していくことができる。メキシコ国境から カナダ国境まで、シエラネーバダ山脈とカスケード山脈に沿ってつながる、全長2650マイルのパシフィッククレスト、トレイルを歩くハイカーにとってはインデペンデンスが人気のある補給地点になっている。このトレイルの最高地点は、標高13153フィートのホレスター峠であり、インデペンデンスのすぐ西にある。ビネデュマーホテル、インデペンデンスに、 呼吸のために降りてきたトレッカーにとって人気のある休憩所となっているポール・フレットハイム撮影インデペンデンスは北緯36度48分10秒整形118度12分00秒北緯36.80278度整形1 1 8 2 0 0 0八零3 6 8 0 2 7 8 1 1 8 2 0 0 0零零に位置する アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は4.0平方マイルであり、すべて陸地である。インデペンデンスの標高は3925フィートである。インデペンデンスは、オーエンズバレーの他の土地と同様、高山砂漠気候にあり、夏は暑く、冬は寒い。1月の平均最高気温は、下市54.0度、最低気温は下市27.4度である。 7月の平均最高気温は、下市97.6度、最低気温は、下市63.9度である。年間平均で、下市90度を上回る日は97.7日、下市32度を下回る日は88.1日ある。過去最高気温は1989年7月7日の、下市114度、最低気温は1937年1月9日の低。 かし5度である。年間平均降水量は5.82インチである。1ヶ月間の降水量が最も多かったのは1966年2月の23.90インチ。24時間雨量で最も多かったのは1966年12月6日の5.72インチだった。降雪量は年によって変化があり、年間平均降雪量はわずか5.2インチである。 一ヶ月間の公設が最も多かったのは1904年2月の112.0インチだった。東部カリフォルニア博物館広範な収集品、展示及びプログラムがある。インデペンデンスの北グラント通り155にある。ザ・ラントブリトル・レインの著者メアリー・オースティンの家が、マーケット通り235の博物館として保存されている。インデペンデンスの街の空中写真、ベン・ジョーンズ。 MD 撮影以下は2000年国勢調査の人口統計データである。カリフォルニア州議会では上院の第18及び下院の第18選挙区に属している。連邦議会会員ではカリフォルニア州第25選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス7となっている。2010年時点でべて共和党議員が務めている。インデペンデンスは マイケル・リチャーズとジェフ・ダニエルズが出演した1997年の映画トライアルエラーのロケ現場となった。2000年の映画60セカンズやラフトパンク S ・エレクトロマの一部もインデペンデンスで撮影されたアメリカ合衆国南西部全体の国立公園や観光案内所で販売されている360度パノラマ写真を 収めた解説付き DVD シリーズはインデペンデンスのイニョプロが出版している。これには解説製品に仮想現実写真を使った世界的に認められる写真家ポール・フレットハイムの景観写真が収められている。1996年のペプシコーラのコマーシャルもインデペンデンスで撮影された。これでは5頭の大人のハイ,イログマがその最も緊急に必要なものを叫び、 YMCA の歌に合わせて PEPSI のダンスを踊る。ありがとうございます。